ジェームス・ジェブラドック、またはジム・ブラドックはアイルランド系アメリカ人、プロボクサー。本名はジェームス・ウォルター・ブラドックといい、リングネームの J はジェームス・ J ・コーベットとジェームス・ J ・ジェフリーズという二人の元世界王者の名前から来ている。2005年にはその試合を描いた映画、シンデレラマンが制作された。1929年7月18日、 トミー・ローランの持つ世界ライトヘビー級王座に挑戦するも、15R 判定不消し王座獲得ならず、直後から戦績に負けが込むようになり、次第に王座挑戦の最前線からフェードアウトしていく。1934年にライセンスを執行され、引退したが、試合をするチャンスをつかみ、コーン・グリフィンとジョン・ヘンリー・ルイスに勝利を収め、世界王座挑戦の機会を得る。 1935年6月13日、マックス・ベアの持つ世界ヘビー級王座に挑戦。絶対不利の予想を覆し、15R 判定勝ちを収めて世界王座を獲得した。1937年6月22日、初防衛戦でジョー・ルイスと対戦。8RKO 負けをキッシュ王座から陥落した。1969年、ニュージャージー州ボクシングの殿堂入り。 2001年国際ボクシング名誉の電動博物館入り、ありがとうございます。